こんにちは、スギーステフェス敏子です。2016年より、クリーブランド、オハイオのクリーブランドに住んでいます。和菓子作家として、アメリカでオーダーメイドの和菓子を作って販売をしたり、和菓子の、ワークショップ、デモンストレーション、展示などを行っています。私は、日本人の両親のもと東京で生まれ育ちました。で、私の両親は建築家で、クリエイティブな家庭環境で育ったので、私も自然とクリエイティブなことが好きになって、油絵を学んだりして、ウェブデザイナーとして仕事をしています。その一方で、外国に興味があって、よく海外旅行に、出かけていました。異文化に触れて、海外の大自然に触れて感動することが多かったのですが、その経験を通していつしか、自分も日本人として日本のことを学んで、海外の方に日本のことを伝えることができるようになりたいなと思いました。そんな中、ある日テレビで桜の形をしたすごく美しくて、綺麗な、和菓子を見て、その美しさに一目惚れをして、これだと思って、和菓子作りを学び始めました。100種類以上の和菓子を、学んできまして、で、和菓子ってとても小さくて、この手のひらに入るぐらい小さいんですけれども、そんな和菓子なんですが、ただのお菓子だけではなくて、この和菓子にはたくさんの日本が詰まっているということを同時に学びました。例えば、自然と共に生きてきた日本人の歴史や、自然をめでる日本人の感性、考え方、美意識が和菓子には詰まっています。そんなとても奥深い、和菓子の世界にすっかり魅了されてしまいました。また和菓子は自分の好きなように、自由自在に表現することができることも魅力で、一つ和菓子を作ると、次は、こんな色でこんな形にしようかなとか、創作意欲がどんどんと湧き上がってきて、時間が全く足りない毎日です。美しく力強い自然に触れた時、その感動がインスピレーションになります。例えば、春は満開の桜の花を見た時、ハラハラと舞い散る様子を見た時、どんな和菓子にこれを表現しようかなと考えたり、ナイアガラの滝に行った時は、ものすごい水の量と力強い爆風に感動して、これをどんな和菓子で表現しようかなと思ったり、こう自然に触れた時、感動した時に、これはどんなお菓子で表現しようかなといつも考えるきっかけになっています。そして、そんな和菓子をきれいって言っていただけたり、食べてもらえて美味しいって喜んでもらえた時に喜びを感じて、それが、次へのモチベーションになっています。今オンラインショップで、和菓子の販売をしています。で、洋菓子と和菓子は全く違う、スイーツだと思っています。一般的に洋菓子はカラフルで、華やかで味もダイナミック。例えば、チョコレートやクリーム、チーズなど味の強いものが多いと思うんですけれども、一方で和菓子は自然の素材を使うので、素朴なお菓子が多いと思います。で、見た目も味も、どちらかというとおとなしくて割と控えめです。で、アメリカで、洋菓子に慣れている方々に、和菓子に興味を持ってもらって、喜んでもらえるためにどうしたらいいかということをいつも考えながら和菓子を作っています。で、3つ工夫をしています。で、1つ目がまず見た目のインパクト。パッと見た瞬間に気分が上がるようなカラフルで楽しい感じ、またはおとなしくても美しさがこうキラッと光るような、一目見た時にあっとこう目に留めてもらえるようなデザインを考えています。で、2つ目が味。和菓子は豆など独特の風味がある素材を使っていたり、あとは寒天などは味がない素材を使
使ってたりするんですけれども、まあ、そういったものには例えばフルーツの味をつけたり、お茶やココアを使って味をつけたりして、初めて食べる方でも食べやすい、美味しいと思ってもらえるような工夫をしています。で3つ目が、背景情報なんですけれども、例えばお花見団子、お花見団子はいつ食べるものなのか、なんでお花見団子はピンク、白、緑の3色なのか、またはなんでお団子がこう竹串に刺さっているんだろうっていう、その和菓子の、背景にある情報も同時にお伝えすることで、口で美味しいとこう食べるだけではなくて、目で見ることでも楽しめて、または知識を知っていただくことでも楽しんでいただけるような工夫をいつもしています。これからもたくさんの方に和菓子を楽しんでいただきたいと思っています。